中国にとってその気に入らない不都合な情報っていうと、最近あのテニス選手と副首相ですね、副首相ですか、うん、が、不倫関係にあったっていう話があるんですけど、うんうん、はい、これももちろん中国では報じられてないわけですね。そうです、あのって言いますかね、あのきっと多くの人は知ってるかもしれないけど、うん、そのホウ・スイさんがあのウェイボーっていうソーシャルメディアで出して、うん、どうも20分ぐらいはアップされていて、うん、その後シャットダウンというかバンされてるんですよね、うん、それでその20分ぐらいの間でも10万以上のアクセスがあったということで、それをすぐスクリーンショットした人がいたようで、それはいろんな中国の反共産党系メディアに転載されているんです。でそれは嘘ものか本物かわからないけど、私はいろいろ読んだんですが、相当エモーショナルというか感情的にも怒り狂ってる、うん、あの記事であって、で、まあ、彼女は長年にわたってそういう関係を強要されていたと、うん、それでしかもあの、まあ、張高麗さんは一応、まあ、引退3年前ぐらいに一応引退した形になってるんですが、その彭帥さんが北京のワンフーチンってとこのどっかのテニスクラブかな、そこでしてテニスをしてるということを聞きつけて、人から聞いて、そこに夫婦で行って、うん、2人でね行って、うん、その後彼女をお持ち帰りしたっていうことらしいんです、うん、妻もどうも同意のもと、うん、みたいな、そういうことが書かれていて、うん、それでもう泣いて泣いて泣いてっていうことを書いてあって、うん、それでとにかく岩に卵を投げるような行為かもしれないけど、うん、もう自分としてはこれを言わざるを得ないと。だから私としてはとても心配するのは、あの本当にそう事実だと思うので、かわいそうだと思うことと、まあ、その上でだけど軟禁状態になったり、労働改造の変なところに連れて行かれたり、もう刑務所にいるかもしれないし、消息も分からなくなる可能性があるのと、やっぱり西側諸国は MeToo 運動の一環ではないかという、要するにね、犯されたということで私もですって勇気を持って立ち上がったということにはなるわけですが、なんとなくこのノーベル平和賞を取って軟禁状態になった劉暁波さん、最終的にはまあ癌で亡くなったわけですけど、まああの銃の身ではなく、でも西側諸国から英雄視されるような形で、あのまあ悲惨なことにならないといいなっていうふうに私は今思ってるところなんですね。つまり劉暁波さんがあれが10年ぐらい前ですかね、あれからこの10年で中国の人権問題って、もう欧米日本もそうですけど、日本で変わったじゃないですか、はい、さらに厳しい目を向ける中で、同じようなことをでも習近平ならやりかねない、中国ならやりかねないと、うん、そうですね、うん、それはもう間違いなくさらに厳しくしますよね、それとやっぱり、まあ、今回の要素で、まあ、もう一つ言えることは、その張高麗さんっていう人はそのバリバリの江沢民一派で、その習近平とは本当に敵対関係で、そして石油罰、石油の利権を大きく持ってた人なんですよね、だからそういう内部紛争闘争の中の一環で、誰か、まあ、習近平一派側なのかどちらか側か、その、まあ、その不倫関係をしてた人がわーっと出していった可能性もあるから、まあ、彼女テニスプレーヤーとしては使われちゃった可能性もあるし、いずれにせよ被害者だと思うんですよね。厳しいことをあの制裁を加えるのは中国はやめないと思うし、ますます思いっきりやると思います。でもこのアスリートもこれ声を上げないといけないですよね、これ。そうなんです、同じこうスポーツ選手として、はい、うん、でもやはりそのアスリートっていうのはあちこち世界中を飛び回って転戦するので、うん、あのリーナっていう方かな、やっぱりテニスプレーヤーの女性でね、非常にいいところまで上に行った彼女も、なんか中国に感謝せよって言われたら彼女は反発したんですよ、うん、でも彼女は確かベースはもうドイツに移して、確かドイツなんですね、移してるからそれができたと思うけど、うん、なかなかやっぱりね、あの本当に実力の世界で上がっていってる彼女なのに、うん、そういった部分の発言というものの自由っていうのはますます厳しいと、うん、で実際に私が知ってる方で、その天安門事件の時に装甲車で引かれてしまって下半身を失った方、うん、きっとお会いになってるかもしれない、いるんですよね、うん、でその方はあの北京体育学院の人で、うん、それでオリンピックに出られる人だったけど、下半身を失ったことによってパラリンピックの方に出るために必死だったわけです、うん、それで何かな、砲丸投げみたいな感じので出るはずだったんだけど、結局海外メディアがなぜ足を失ったのかということを質問するじゃないですか、うん、だから出国できなくなったんですよ。なるほど、まあ、そう避けて通れませんからね、その質問は。で最終的に、まあ、アメリカに、まあ、亡命というかチャンスがあって出たわけですけど、うん、今もう本当に飛行機も間引きしてるし、うん、中国から
外に出ることっていうのはもう難しいわけですよ、その誰であっても。だからその部分では本当にまあ一言何かを発するだけで自分の人生が狂ってしまう可能性もあるぐらい今中国は怖いところだと思います。なるほど。まあそのスポーツ選手アスリートにもまあ影響を与えるってところで、今ふと思ったのが、あの福原愛さんって最近この台湾の旦那さんと離婚して、はい、でなんか今中国にすり寄ってるません？あれなんか何なのって。そう、なんかあの中国側のメディア喜んでんですよね。もともと台湾との人と結婚したこと嫌がってたし、それでまあだからそういう形でこう双方がすり寄ってんじゃないですか。あまりよろしくないですよね。福原愛さんって、まあ、中国でも、まあ、元から人気あったんですね。ものすごく人気、ものすごく人気があったんです。うん、まあ可愛いし、で彼女は本当に中国語すごく上手なんですよ、だからそれも含めてやっぱり人気があったと思うけど、うん、まあ今中国からすればチャンスですよね、奪う、いやだから福原愛さん、僕もまあ普通に日本人選手として応援してたんですけど、今回のこの中国へ の, その異様なすり寄りで、あもうダークサイドに落ちてしまったなと、残念ですね。そうですよね、だからどうしてもまあ、生活のためというか、特にまあ現役の時は特にまあなんていうんですか、スポンサーとかも必要だけど、その後現役から変わっていって新しい人生を送る時も後ろ盾が必要になってきて、それが中国っていうのはまずいなと私は思います、でこの北京オリンピックの話に戻しますと、はい、これはどうなんですかね、政府各国政府としてはこう外交ボイコットみたいなのが現実的なせいなんですかね、はい、そっちに行くと思います。外交ボイコットに基本的に強制力はないという形ですが、うん、西側諸国特に欧州連合もそうだし、まあ、王室もありますよね。だから王室メンバーとか、あとは外務大臣とか首相とか大統領、そういうランクの人は行くっていうことは中国とし、親しくしたいっていうような風に見えることが今は政治的にマイナスに動くわけですよね。だからそういった意味でもまあ行かないという選択をすると思うんですよね。で当然アメリカもそのような状況であるから、まあ、そっちに動くと。でそれから多くの人が割と意外と思うかもしれないけど、今中国と最も敵対というか中国離れ甚だしいのはスウェーデンなんです。でスウェーデンと、まあ、特にイギリスっていうのがちょっと結託してるかなという気はするんですが、まあ、スウェーデンの中の一つのキーワードはエリクソンがあるわけです、はいはい、でその 5G というところで、その、まあ、ファーウェイと ZTE を絶対に入れないというふうにはっきり言ったのはスカンジナビアといいますかスウェーデンなんですね、それとまあイギリスも今そのような流れになっていて、それもはっきり言ってるんですが、まあ、ある種で言うとまあ 5G の技術としてのコンペティターでもあるんですが、それ以外にスウェーデンは今年の9月にね、中国ストックホルムにいる中国大使を追い出したんですよ、追放したんです、あまりにも暴言と、もうどうしようもない罵倒と、それでもう議会もだから結局政府も野党も一丸となってペルソナノングラータです、いらない人ってなって、で9月に出てきました。そしてまあ年内ぐらいに新しい大使が来るらしいんですけど、期待しませんって言ってるんです。でしかもスウェーデンは去年2020年段階で国交樹立70年なんです、日本は来年で50年、だから世界一番西側諸国というか永世中立国というべきなのかなの中で、とにかく一番早く中国と国交樹立したのはスウェーデンとデンマークなんです、で去年70年だったわけですが、お祝いしてないわけです、もう完璧に別れちゃったと、そして中国は中国でそのスウェーデンをものすごくいじめ抜いていったわけですが、まあ、スウェーデンというのはそういった情報の自由度とか、そのやっぱりインターネットの自由ランキングとか常に上にいるわけです、ベスト3までにいるんですよ。それと中国は真逆でしょ。でどういうことかというと、自由と民主の国を攻略できれば自分たちは全て勝てるって中国は思ったらしいんです。それでもうどん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 スウェーデンを、まあ、攻めてというか、それでその急先鋒になったのがストックホルムにいるその K 桂って書く大使だったわけですが、
まあ罵倒しまくって罵倒しまくってね、スウェーデンのことを、うん、そしたらとうとう習近平がもう本当になんていうの、悪魔みたいな形のイラストが出てきたり、うん、そして今結果的にはこんな外交官、こんな下品な外交官は不要だということで、うん、追放ってところまで行っちゃったと、うん、今民主主義自由の強さみたいなところですよね、それって。そうです、うん、でさらにはあの宇宙もね、スウェーデンっていうのは宇宙の技術も非常に進んでるんですが、うん、宇宙ステーションとかを中国に貸してたんですよ、あちこちにあるところね、スウェーデン以外のところにも。それもきっとあの時期を早めて次の、要するに更新はしないというのを去年言ってると、うん、それからあと習近平近いと言われてる車のジーリーという会社があるんですが、うん、このジーリーの自動車とあとあのスウェーデンの、うん、とだからボルボっていうのは、ボルボは本当国民的な車なんですが、うん、ボルボがもう吸収合併されるような話があったんですが、それもあのニコニコ離婚といいますか、うん、スウェーデン側から一緒にはならないっていうふうになってるわけです。なんかスウェーデンの話ってほとんど知らなかったっすわ。そんな頑張ってるんですね。すごいですよ。北欧の方って確かに中国との関係どうなんだろうなと思った時に、なんか結構リベラルなイメージがあるんでね、うん、それの方程式から言うと中国ともそれなりに関係築いてるのかなと思いきや、もうここ最近はもうこのね2年ぐらい恐ろしいぐらいガクガクガクって悪くなって、もう去年のやはりあの国交樹立の70周年のお祝いを交わさなかった時にもう決定的になったし、そして私は大使を追い出されるだろうなと思ったんですよ。やっぱりスウェーデンっていうのはあの社交的な国というかね、そういう人たちなので本当に中国に罵倒されて、でそういった中でそれは許さないっていうことを決めたらそういうふうに動く国なんですよね。そこら辺はルール遵守だから、だから追い出されるかなと思ったら案の定追い出されたんですよね、うん、でどうなんですかね、実際そのボルボにしてもエリクソンにしても、まあ、中国と手を切って経済的にもあこれで良かったなっていうなりそうですか。いやそうだと思います、であれば、まあ、それ一つのロールモデルにスウェーデンに続けっていう流れができたらいいんですけどね。そうですよね。それでだからね、スウェーデンをどうやって中国がいじめたかっていうのもフランスの軍事、ここにしかない新たな発見がある。サイエンス、テクノロジー、ネイチャー、ミリタリー、そしてドキュメンタリーの本格映像をお届けするガリレオチャンネル。チャンネルのメインとなるのは、数々の受賞歴を誇るサイエンスドキュメンタリー番組の配信。あなたの知的好奇心を刺激するハイクオリティな作品を定期的にお届けします。ミリタリー&ドキュメンタリーからは、数多くのミリタリードキュメンタリー映像の傑作を生み出したワック作品からえりすぐりの映像を順次配信。ミリタリー作品では現代の戦闘機や艦船の勇姿だけでなく貴重な記録映像、ドキュメンタリー作品では環境・エネルギー問題から歴史トピックスまでを幅広くお届けします。日本ディスカバーでは、日本各地の美しい情景や人々の暮らし、そして通常は立ち入ることのできない非日常の映像を配信。その他、ガリレオチャンネルでしか見られないオリジナルコンテンツもご用意しています。ここにしかない新たな発見がある。ガリレオチャンネル。ご視聴とチャンネル登録をよろしくお願いします。